はいどうも、GoGoTV の Go です。今回は買ってきたもの紹介動画となっております。今回買ってきたグッズは、仮面ライダーゴーストの変身アイテムと、仮面ライダードライブの変身アイテムを買ってまいりました。では、早速見ていきましょう。はい、では早速買ってきたものを紹介していきたいと思います。まず、ドライブの方からいきましょう。一品目は、こちらですね。タイプスピードのシフトカー。お値段は100円となっております。こちらちょっと引っ掛けて破っちゃったんですけど、これは僕が帰ってきてから破っちゃったもので、お店の方は関係ありません。で、まあドライブは2つしか買ってきてないんで、これが最後となりますけど、こちらですね。タイプテクニックの、シフトカーですね。フォームチェンジ用のシフトカーとなっております。こちらお値段は170円となっております。ドライブの方は以上です。では、次は、ゴーストの方行きましょう。まあゴーストの方と行きましても、まあ、ゴーストはアイコンの方ですね。僕がいつも言う2つ持ってないアイコンを今回4つ買ってきた感じです。では1つ目いきましょう。1つ目はこちらですね。武蔵ゴーストアイコンですね。これやっぱ武蔵ゴーストアイコンって結構人気がありまして、まあ結構行く店にはあったんですけど、値段が結構びっくりするような値段で売ってたんで、まあ今回はこちら400円となっております。まあ僕が買ってきた店は全ゴーストアイコン、まあ、レアじゃないものは全部一律400円で売ってたんで、まあガチャガチャで回すよりは、まあ狙ったものが欲しいものが買えるんで、まあ結構良かったかなと思います。一つ目が武蔵ゴーストアイコンです。では、二つ目いきましょう。二つ目はこちらですね。ツタンカーメンゴーストアイコン。まあこちらもガチャガチャで全然出なかったんで、買ってきた感じとなっております。では3つ目いきましょう。3つ目はこちらですね。信長ゴースト大根。まあこちらもガシャガシャで出なかったんで、今回購入した感じとなっております。では、ゴースト最後の品ですね。今回買ってきたものの最後の品は、こちらですね。闘魂ブーストゴースト大根。まあこちら僕の動画の中でガシャガシャゴーストガシャポンゴーストアイコン13を13回回してきたっていう動画があるんですけど、そちらの動画で13回回してきたにもかかわらず1回も出なかったという、僕の中ではレアアソートな闘魂ブーストゴーストアイコンです。今回、買ってきたものは以上となっております。はい、今回買ってきたものは以上なんですが、次回予告といたしまして、こちらの、ドライブの、商品がAmazon さんから届いてるんで、こちらの紹介をしたいと思います。まあ一応届いてるんで、中身はお見せしませんけど、段ボールのデカさだけちょっとお見せしたいと思います。こちらです。もう、段ボールが、もうとにかくでかくて、これぐらいのサイズの段ボールなんで、まあ、どのようなものかは、皆さんのご想像にお任せいたしますが、これぐらいのスペックのものを、紹介したいと思いますんで、次回もぜひ、ご視聴お願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。